ってます、来たぜ。 BS ナルトに超爽快ぶっ飛び忍びバトルが新登場だってばよ。ボタン連打などのシンプル操作で超かっこいい忍びアクションが簡単に楽しめるんだぜ。そして必殺の奥義忍術はタッチ一発で発動だ。すっげえ奥義がいっぱいだってばよ。奥義にはチャクラがなくても発動できる通常奥義とチャクラを消費して放つパワーアップ版の全開奥義の2種類があるんだ。全開奥義になることで威力や効果がアップしたり忍術そのものが変化したりとバリエーションはいろいろ。すっげえぜ。状況に応じてうまく使い分けてくれよな。うわエロペになりそうだ。ゲゲ、みんなカエルになっちゃったってばよ。そしてついに来たぜ。チャクラを貯めて解き放つハイスピードの最強連弾、これがチャクラッシュだってばよ。チャクラ解放中はパワーアップ、敵の攻撃にものけぞらない。攻撃の組み合わせは自由自在、怒涛の連続コンボを叩き込め。バトルステージにも注目だってばよ。暗闇になったり足場が落ちたり食らうと操作が逆になっちゃう閃光玉や回復強化アイテムが出てきたりと一瞬たりとも気が抜けねえぜ。各ステージアイテムの特性を知ってバトルを有利に進めるってばよ。プレイモードも充実、クリアして新しい奥義をゲット。自分の戦法に合わせて3つの奥義の組み合わせを変更することができるぞ。操縦機か。攻撃中、防御中、飛び道具中、同じキャラでも戦い方は超いっぱい。その数なんと1キャラ1万通り以上。すんげーってばよ。奥義の組み合わせで自分だけのキャラを作るってばよ。そしてそしてチャクラッシュは通信対戦が超面白いってばよ。なんと最大4人対戦可能。バトルロイヤル形式の大乱闘はもちろん2対2、1対3のチームバトルもできるんだってばよ。己の人道を極めてライバルに打ち勝て。新境地行くってばよ。前代未聞のぶっ飛び忍びバトル、最強チャクラッシャーを目指せ。任天堂 DS ソフトナルト疾風伝忍術全開チャクラッシュ。2010年4月22日見参。魚トミー。